と箱が潰れてるのはいただけないですが、まあいいでしょう。ということで今日はポートキーズさんの PT5 という外部モニターを買ったので、こちらをご紹介していこうと思います。こんにちは、またです。今日はですね、こちらのポートキーズさんの PT5 という外部モニターを、まあ、購入したので、それの開封とレビューで、あとはなんでこの外部モニターを買ったのかっていうことのご説明をさせていただこうと思います。で、まず僕がですね、今使ってるカメラがこの GH5 と、で今撮ってる GH5S の2台体制で撮ってるんですけど、GH5 の方は、まあ、もうマイクだけつけて、なるべく動きやすいように、こう、俯瞰撮影だったりとか、あとは、こういう、なんか三脚とかにいろいろ付け替えながらするんで、まあ、なるべくこの状態で運用したいなと思ってるんですけど、この今撮ってる GH5S の方に、リグを組んだんですよ。リグっていうのは、こういう感じ。こういう感じでちょっとリグを組んでるんですよね、今。で、今どうなってるかというと、ここに前もらったアックスーンさんのシネアイ2をつけてて、このカメラの映像を HDMI でシネアイ2に持ってきて、でこのシネアイ2の無線機で今使ってる iPhone 13 Pro Max に映像を飛ばしてるんですよ。これでも全然自撮りできるんですけど、一つ、携帯が使えないことがすごい不便で、この携帯自体が Wi-Fi でシネアイ2と繋がってるので、ネットが使えないんですよ。携帯の方で。で、それを解消するために、これを HDMI に接続すれば、表示もすぐできるという感じでこれを買いました。値段がだいたいね、15,000円ちょっとぐらい。外部モニターにしてはすごいお手頃なお値段なんですけど、外部モニターって、そのメーカーによって、こう、色合いがちょっと違ったりするんですよね。表示されるその画面の色合いとか、テレビとかでも、なんかメーカーによってすごい綺麗だったりとか、色がちょっと薄かったりとかするじゃないですか。その色合いっていうのがすごく使ってみても調整する必要がないっていうことで、まあ、そういう意味では初心者にとっては使いやすいかなと思ってこれにしてみました。まあ一回開けてみて、どんな感じかちょっと試していきたいと思います。はい、ということで、まあ、とりあえず中身箱を開けると、多分ね、これがいい感じ、専用ケースついてるんですよ。どっかこう外で撮影するときとか持ち運ぶときとかは、まあ、便利なのかなと思います。作りはね、そんなに良くはないんですけど、まあ、あるだけでもね、安心かなと思います。で、開けるときはこのサイドと、この手前のやつを開けて、開ける。内容物としては、この本体と、で、このモニター結構ね、暗いんですよ、画面が。なんで、こう、それを補うためのサンシェードっていうのかな、がついてんのと、サンシェードを取り付けるフックというか、フックのようなやつが、一応こう取り外してきたりするんですよね。僕はあんまり多分外で撮ることないと思うんで、あんまり使わないと思うんですけどね。一応こう L と R で分かれてます。で、ここモニターの下には一応付属でクイックシューのアダプターついてるんですよ。なので角度調整したりとかもできるようになってます。で、あとケーブル類。HDMI と HDMI のミニ2本セットです。さっき言ってたクイックシューを固定するための六角レンチもついてます。あとは説明書ですね。これね、日本語ないんですって。全部中国語と英語やったかな。なので、まあ、ちょっと慣れるのに時間が必要かなという感じです。使わないものは取っといて、まず本体ですね。本体は正面から左側は HDMI のインとアウトで、ヘッドホンのイヤホンジャックがついてます。で、反対側には電源のオンオフ
で、USB のインとアウト。これ、ケーブル、専用のケーブルついてないんですけど、まあ一応7から24ボルトの電源を供給できたりする端子ですね。で、後ろ。後ろは、ソニーの NPF バッテリーと、あとね、キヤノンのそのバッテリーも、なんか2種類使えるみたいで、まあ NPF バッテリー持ってる方やったら、こっちみたいな感じですね。まあこんなもんかな。こんなもんですね。はい。そしたらとりあえず NPF バッテリーをつけてみて、はい、で HDMI を差します。イン、ここで一旦電源を入れてみますか。はい、こんな感じですね。はい、ということで今ですね、こちらのPT5 に GH5 の映像を HDMI で持ってきて、ここに表示してます。で、タッチすればメニューが表示されます。で、このメニューが表示された状態で横にスライドすると、コントラストだったりとか、あとは画面の上下反対とかね、でメニューも上下反対になったりとかしますし、あとは言語ですね。英語か中国語。選べたりとか、あとラットですね、3D ラット。左右にずらすと、ピーキングだったりとか、波形モニターだったりとか、ゼブラだったりとか、基本的なことはできるんですよ。で、さらに、これを上下にスライドさせると、自分で好きなものをこう、カスタムできたりとかするんで、まあ、よく使うものを登録しておくのもできます。操作方法はこれだけなんですよ。基本的なことはできるんですけど、逆に言うと基本的なことしかできないんですよね。というのは例えば無線で飛ばしたりとかできないし、まあそれこそ外部収録もできないでしょ。でカメラの操作もできないし、なんかこうほんまに外部モニターだけっていうような感じなんですよ。たださっき出たみたいにこのモニターだったりとかホットシューだったりとか、あとはこのケースケーブル類サンシェードだったりとか、まあ、これとバッテリーさえあれば、表示して基本的な外部モニターの使い方ができて、でするだけでいいんですよっていう方にはおすすめなんですよね、これ。唯一画面が暗いので、外に出るときはこれをつけない。サンシェードをつけないといけないのと、あとは英語表記なのとっていうところかな。基本的な外部モニターとしての機能を使いたいっていう方にはおすすめじゃないかなと思います。これちょっと余談になるんですけど、竜王組んだ時にですね、VlogL の撮影にちょっと再挑戦しようと思いまして、で今こう VlogL で撮ってるんですよ。いつもですね、こう、ここで撮影してても、すごい暗かったりとか、白飛びしてたりとか、ここら辺とかね、するんで、まあ今日もちょっともしかしたら飛んでるんかもしれないですけど、ちょっとそれをなくそうと思って、VlogL で撮影して、毎回同じ色になるように、まあ、設定も固定にして、あとは、その色も同じような色になるように、まあ、プリセットみたいな感じで置いてるんですよ。これで、まあ、綺麗で安定した映像になればなと思ってて、まあ、それもあって、白飛びしてないかどうかっていうのを教えてくれる波形みたいなのがあるんですけど、そういうのを見たりするときに、ちょっと大きめの画面があると、便利なので、まあ、自撮りだけじゃなくてね、他の撮影とかにも使えるように、ちょっと頑張って慣れていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとざっくりとしか説明してないんですけど、まあ、ちょっとでも参考になればなと思います。一応、Amazon のリンク貼っとくんで、気になる方はチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。